高松市にある自宅の敷地で父親の遺体を焼いて遺棄したなどとして29歳の男が逮捕された事件で、警察はこの敷地で見つかった骨が成人の遺体を焼いたものとしては量が少なく、他の場所にも遺体が遺棄された可能性があると判断し、今後捜索範囲を広げる方針を固めました。高松市江南町に住む会社役員の林田隆容疑者は、自宅を兼ねた会社事務所の敷地で父親の明さんの遺体を焼くなどした死体損壊や死体遺棄の疑いで昨日逮捕され、今日身柄を高松地方検察庁に送られました。林田容疑者は明さんが社長を務める会社の取締役を務め、自宅を兼ねた事務所には顧客から預かった年老いた犬を24時間体制で世話するスペースや焼却炉があるということで、警察によりますと敷地内から灰になった骨や血痕のようなものが見つかっているということです。見つかった骨は人骨とは断定されてはいませんが、警察は成人の遺体を焼いたものとしては量が少なく、明さんの遺体が他の場所にも遺棄された可能性があると判断し、捜索範囲を広げるために今日およそ135人体制の捜査本部を立ち上げました。明さんは先月30日に事務所近くの自宅を出た後、行方が分からなくなっていましたが、林田容疑者の自宅を兼ねた事務所の駐車場には明さんが普段乗っていた車が止められていたということで、警察は引き続き詳しい経緯を調べることにしています。ペットショップで働いてた時に喋ったことあるんですけど、仲良く喋ってくれたので、全然気さくな人です。印象。